はい、はい、中条さん、どうもどうも、続けてよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕前もちらっとね、はいはい、お話をお伺いしたんですけど、うん、4度、まあ大きくはね、うん、4回ちょっと命に関わることがあったと、はいはいはい、いうことで、うん、4回そんなね、うん、命に関わることって、まあ僕ちょっと1回死んだ男のとかって言わせてもらって、うん、チャンネルもやらせてもらってますけど、はい、その1回があったことでも大変なのに、その4回もあったっていうことで、ちょっと順番に、はいはいはい、ね、で、順番にね、やっぱ命って、うん、やっぱりこう今の現代人ってそんな身近にこの死ぬとか考えてないわけですよね、うん、まあ、生きてるのが当たり前、うん、ね、死ぬこと、まあ、こう医療が発達してきたりとか、うん、ね、平和が続いてきたりとかして、うん、死ぬなんていうことも考えたこともない中で、そういうのが4回あるっていう人生ってどうなんだろう。でまずは4度死にかけた話をですね、ちょっとしっかりと動画でお伺いしたいなと思いまして。そうやね、まあ、このお話聞いてね、僕もいっぺん、まあ、全部がねバラバラにある話なんで、でも、うん、よう考えたら全部一つにつながってるなっていうのをね、うん、あのここ数年感じてるんで、うん、まあうまく、うん、自分の中でも整理を兼ねてお話できたらなというふうに思いますね、はい、お願いいたします。はい、まず1回目は、1回目はね、正直言って、はいはい、あの僕の記憶じゃないんです。あ、そうなんですか。あのうちの父親が、まあ、商売を始めてものすごく忙しくて、で地方から住み込みの従業員を雇って、あのフル活動してる中で僕が生まれて、どこなんですか場所。あの大阪の桜川っていう浪速区のね、堀江のすぐ南側に桜川っていうところがあるんですけど、はいはいはい、そこで僕は生まれたんですけどね、はい、でそこで父親が商売をしだして、うん、あのウレタンフォーム、スポンジの加工業っていうのを始めたんですよ、はいはい、で当時はマットレス、三つ折りマットレスっていうのがね、ものすごいブームで、はい、どこの家行っても三つ折りのマットレスが置いてあるような。今でも使われますもんね、うん、だからそれを一番最初に作り出したのがうちらの父親さん。あ、そうなんですか。そのあたりですね。へ、それだからもうすっごい量なんですよ、はい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 、それでかさばるしね、はい、切りくずがいっぱいあるし、はい、で本当に小さい頃は僕が泣いたらその切りくず、スポンジの切りくずの、あの中にねズボンと入れられて、しばらくしたら僕が泣き止んでるっていう、そういう状態だったらしくてね。そんな状況の中で、はい、僕あの妹がまあできたらしいんですよね。僕の4つ下に妹がおるんですけど、だから僕が3歳ぐらいの時にちょうどおむつも取れて頃に、妹がまあ母親のお腹の中に入ったと、これこんなちっちゃい子を抱えて、しかも子供ができて、今後ちょっとしばらくちょっとまずいなって、母親もフル活動で働いてたからね、だからあの田舎からあのおばあさん呼んだり、おじいさん呼んだり、で親戚の人ら呼んだりして、まあ仕事もやったんですけど、長男だったんですね。あ、そう、僕長男でね、で彼らが決めたのが、親たちが決めたのが、あの下の子、妹が生まれるまでおじいさんに預けようと、はい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 、ちょうどこの子もうおむつ取れたし、なんとか言葉も喋れるし、はいはい、あのおじいちゃんおばあちゃんのことも嫌いじゃないし、っていうことで、1年間ほど鹿児島の出水市っていうところにある、まあ、島ですね、島に預けられたんですよ、はいはいはい、あのまあ言ってもあれですけど、蕨島っていう島ですわ、でそれは八代海にの中に浮かぶ島で、あのそこの漁師のおじいさん、おばあさんのところに僕は預けられて、ちょうど妹が生まれる前後なんで、ちょうど4歳を挟んで1年間ぐらいを、あの幼稚園に、2年保育の幼稚園に上がるまで、とりあえず預かってくれへんかっていうことで、あの僕は預けられたんですよ。だからあの当時の記憶はね、ほとんどないんです、あのそれこそ断片的に色だとか景色だとか匂いだとか、カニ漁だったんで、あのカニの香りだとか、はいはい、茹でた時の香りと、あの挟まれたら痛いのといいうのと、あの
記憶にあるぐらいで、ほとんどないんです。ただまあ、カニ漁をやってる祖父ですね、祖父が僕を船に連れて、網を仕掛けに行ったり引き上げに行ったりするのは僕船に乗せて行ってくれてたんですよ、うん、ただ季節が良くなってきて泳げるようになると、うん、僕をこうポーンと水の中つけて、僕なんか知らんけど小さい頃は泳げたみたいで、うん、他の漁師が張ったこう網にブイがついてるんでね、発泡スチロールだとか丸いブイだとかっていうのを、おじいさんがこう四角いの行ってこいって言われて、四角いとこだーってなんか犬かきで行って捕まってっていうような遊びをさせてもらってたんですよ、ね、はいはい、うん、それでその間にまあ、おじいさんはこう網を上げるとかね、仕掛けるとかいうことをやってる時に、うん、どうやらそのこれはねめったにないんですけど、八代海って宇宙海なんでほとんど起こらないんですけど、クジラが迷い込んだんですよ、その港へ、湾の中にね。でクジラが迷い込んだのを島内には放送、漁協からクジラが迷い込んだからみんな網あげろっていう指令が出て、でみんな漁協の人たちが、まあ、船出してはあと網を引き上げに皆さん出てこられる、うん、でもうちのおじいさんの船小さいんでそんなんもう早うに出てるし、僕は遊ばすために早うからこう沖へ出てたもんで、そんなん全然気づかずに僕は遊ばしとったんですよ、うん、そしたらどうやらそのクジラなのかイルカなのかコクジラなのかわからんけども、僕にぶち当たった。それで当たった。それでそれをねこう船でその網を引き上げに来てた漁師たちが見てるんですよ、うん、それでうわーってなってまあ僕が沈んでいくんですよ。それを僕はでも記憶ないんですよ、全部その漁師たちとかおじいさんとかから、後から話を聞いたんですけどね、沈んでいってしばらくどうしようってんでおじいさんも海に飛び込むしね、やるんやけども僕の中でその時の記憶っていうのは水色と泡、うんうん、自分が泡を見てるっていう記憶がふーってあるんですよ。はー、泡はそうやなって、あれって沈んでる時の風景なんやろなって自分の中で思い返すのが水色っていう色と泡を、うん、が見えるっていうのはあれはその時の風景なんかなと残ってる。うーん、でそこでまあ終わるんですけど、うん、でただその漁師たちが後からこう僕に話を聞かせてくれるのは、クジラが下からこう突き上げてきて、僕を海面にクジラのクジラっていうか漁師たちの船の方へ持ってきてくれたって言うんですよ。もうそれはね、みんなが言うんで間違いないと思う。会う人会う人みんながそれを見てた人が伝説なの。うん、言うんで、多分僕がこう毎年っていうかね、2年に1遍ぐらいかな、こう帰った時には、おあちゃん、クジラのあちゃんって言われて、言われて、そうそう話をしてくれるっていうことなんで、まあ間違いないんだろうなっていうふうには思うんです。クジラのあちゃん。ただね、僕その時にこう後々っていうか思ってたのは、だからクジラね全然僕でも怖くないんですよ。で海も怖くないし溺れた記憶があるのに、僕大好きで水泳が。でそれはね、その記憶にものすごく残ってるのが、クジラは悪い仲よって、おまんと遊びたかったとよってっていうのを漁師たちが言うんですよ。島の人たちが、おまんと遊びたかったとよって。あ、そうかと、クジラに悪いことしたなと、遊びたかったと遊んであげれたのにな、もっと泳ぎ上手やったら泳ぎ遊んであげたのになって思えて、それで幼稚園に行き出すようになってからもお袋にね、水泳習いたいって言ってやたらと頼んだんですよ。でも幼稚園行ってる間は無理で、で小学校に入ってスイミングスクールっていうのを学校の行き帰り、僕大阪城の方の学校行ってたんで、帰りに天禄にスイミングスクール見つけたから、
スイミングスクールにこう入れてくれて、水泳を、それがきっかけで、またクジラと遊びたくて、絶対にクジラと遊んだろうと今度は、と思って、あの水泳を一生懸命習った。っていうのがね、一番最初の、まあ死にかけたっていうか、クジラに助けてもらった、経験ですよね。クジラと漁師たちにね、あの助けてもらった島の人たちに命を救ってもらったっていう、すごいですね。鳥肌立ちますよ。だからでも本当にありがたかったのは、僕全然恐怖感を持ってないっていうのも、あの島の人たちがクジラがある中でお前と遊びたかったよっていう言葉がずっと頭の中に残ってて、すごい話だな。あの時にお前大丈夫だ、怖かったなとかって言われたら、もしかしたら、あの嫌いになったかもしれんし、泳ぐこともせんかったかもしれない。その漁師さんの温かい雰囲気に助けられたと、ね、そう、だから悲惨な風に語らずに、あのそういう風に僕にこう伝えてくれたっていう彼らもね、おじいさんたちもうね、今はもうこの世にはいない人たちばかりですけど、あのそういう人たちのこう言葉っていうのがね、ものすごく深いなと思って。なるほど。だからそれでまあ思いっきり水泳を始めて、でずっとやってる中で、僕あの当時小さい頃は、小学生の頃は何になりたかったか言ったら、正義の味方になりたい。まあいいですね。いうので、正義の味方ってどういうイメージかっていうと、僕はあの姿三四郎っていう柔道の、あのテレビドラマをやってて、なんでか知らないけどそれに憧れてて、で、あの強いだけではあかんと、優しくなかったらあかんねんと、で優しいだけでは正義は貫かれへん、強くなかったら貫かれへん。それ誰の教えなんですか？これはね、誰の教えっていうか、なんかありますよね。あの無力な力は暴力である。で、力のない、力のない正義は無力である、っていうなんか言葉が僕は頭の中にどっかで見てあって、確かにそうやなと。それ中学生ぐらいですか？いや、もう小学校ぐらいの時ですね。それで柔道もやりたくて、でクラブ活動やとか松の道場なんかに柔道を通い出して、で水泳と柔道とやってるうちに、ある時にこう友達から誘われてスキーに出会うんですよ。今度はスキーに出会うんです。その柔道と、もう柔道と水泳だけやったらええのに、なんかスキーが出会ってもうたもんやから、もう春と冬はひたすら今度スキーに夢中になってしまって、でスキー合宿行って、小学校の頃からね、あの YMCA だとかそういうのがあったらもう必ず行ってスキーをすると、で、でもそれ大阪で住んではるんですよね。そうですそうです。スキーにしようと思ったらどこ行くんですか？その頃はね、津軽系だから長野ですよね。ほとんど長野でしたね。で中学生ぐらいから北海道行くようになって、で2回目にこうそれが出会ったのがやっぱりスキー場なんですよ。中学生の頃かな。でもあのその時助けられたのは、あのその前に習ってたボーイスカウトもやってたんでね、その時にヤムノオリの鉄則というか、その先輩たちっていうか先、たちからこう強く言われてたのが、もし崖から落ちたら、絶対に下に行くなと、楽な方に行くなよと。下に行くの？はい、あのそのまままっすぐ落ちた方向に登られへんねやったら、横に、せめて横に移動だと。横に移動もできなければ待てと、誰かが絶対助けに来ると。だからボーイスカウトが教えてる。そうそう、そこで先生から、先輩からね、教えてもらったんですよ。でそれがあったんで、あのそれが頭の中には残ってたんですけど、あの崖から落ちるって、って自分がって思ったら、ちょうどこう北海道にこうスキーに行った時に、あの手稲っていう割と札幌に近い山があるんですね。でそこのスキー合宿で、
僕もまあ滑れたんで割とその、上級者コースの、そう上級者コースで、しかも最後天候が悪くなるからこれで上がろうと、それでまっすぐ降りていくんじゃなくてトレーンして帰る。トレーンっていうのは、まあ、一番最初コーチっていうかねインストラクターが一番先頭滑って彼の滑った通りに後ろの人間がついていくっていうシュプールを追いかけていくんですよね。でそれをあの10人ぐらいで列作って必ずあのそのシュプールを見逃すなよと、その上をちゃんと訓練どうって言われて、で中島一番後ろ頼むわなって言われて、はい分かりましたって言って、一番後ろが上手かった、多分その中ではね上手かったんだと思いますわ。で、あの頼むわなって言われて、はい言って一番後ろでスタートしたのはええねんけど、途中でほんまにすんごい急変したんですよ天候が。あ、はいはい、で本来ならどっかで止まるんですけど、その長い列作ってしまったもんやから、先がだいぶ先でこうコーチらは止まったらしいんですよね。何人ぐらい、もう多分十数人なんで、結構50メートル100メートルっていう距離があって、で前の方はもう割と滑っていったんやけど、後ろの方でちょっとどんくさい子がやっぱおって、その子を助けながらこう降りていってたら、ほんまに目の自分の手袋も見えんような状態になって、これはまずいなと思った瞬間に崖から落ちたんですよ僕だけ。これでストックも途中でなくなるし板も外れるし、でものすごい吹雪やし、もうどうしようかなと思って、でもう足も痛いしなんかくじいたなっていうのは、もう膝から下がもうじんじん痛いっていう状態で、これは何かやったなって思ったんやけど、ストックもないし板も一本だけ履いてる状態でもうこれどうしようもなくて、ほんでその時に思ったのが、その先輩から聞いた楽な方行くなと、絶対に谷へ行ったらあかんぞと、下に降りたらあかん、登られへんのやったら横移動、もしくはできれば寒くないところ安全なところを見つけて、そこで待てと、誰かが必ずお前を助けに来るとっていう言葉がずっとあったんで、ああ絶対助けてもらえるから僕もこのままおろうと、いうのでその場におったんやけど、どんともっと天候悪くなってくるし、何の気なんすか、吹雪で林の中やからものすごくこう塊の雪がボタンボタンと落ちてくるんですよ。ほんでもう嫌やなと思って、この寒いしね、それで春スキーやから結構薄着やったんですよ。これはまずいな、もう寒ガクガク震えるし、それでふっと見たらちょっとなんていうのかな、雪がせり出してるところが見えたんで、そこまでやったら横移動やからええなと思って横移動していって、でその岩の陰みたいなところに入ったら、奥がやたら深いんですよ、あ深い助かったと思って、その穴の中ですよね、岩の張り出してる奥の方へこう進んでいくとちょっとあったかい、そうね、これはラッキーと思って、雪もないと、で雪が止んだら外出たらいいわと思って、しばらくここで休んでようと思ったら、ふと思ったら見たら、あその前にこう板をね、一本残ってる板を、その岩の上のところにカンと上げて、ここにおることが分かるように、とりあえずそれだけは忘れんとやって、でもうこれで見つけてくれるやろと、もし天候ようになったらね、それ夕方なんですよ、夕方なんですよ、これでどん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 真っ暗、今度は暗なってくるし、まあ暑いなと思いながらも、でも足も痛いし、もう動きもせえへんし、しばらくここでおろうと思って、あこれあったかいしええわと思って、でもまだこれ奥にまだあるなって、まだ人間一人どころじゃなくて5人ぐらい入れるなっていうぐらいの深さがあるような気がして、でもどんどん入っていったんですよ、もっと奥の方があったかそうやからと思って入っていって、どんどん入ってたんですか、ちょっと入ってたんですよ、だって入り口の方まだちょっと寒いじゃないですか、それでちょっともっと奥の方があったかそうやから入ろうと思って入っていったら、ポンって柔らかいのに行き止まるんですよ、
行き止まり、行き止まり、うん、もうそれで行けへんのですよ、ポンと当たって、もうここで終わりかと思って、でももうその時はね、まだ中学2年生とかそんなんやから、はい、ちょっと怖いじゃないですか、真っ暗で何にも自分の手も見えへんぐらいの暗さですよ、もう真っ暗ですね、うん、だから何にも見えへん、はいはい、だからな、あの穴があることだけ分かって、雪が当たらないことだけ分かって、うん、もうこれで手もとりあえずと思ってたら、だんだんあったかなってきて、高いなぁと思いながら過ごしてて、で何時間経ったかもう多分まあもう夜中真夜中ですよね、捜索のねファン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 って、それは眠とずっと起きてたんですか、いやいや眠りかけてますよ、うつらうつらしますよ、あったかいから、あったかいけどあのなんとなく心地よくて、なんかでも考えられへんねんけど、もう考えたくもないというか、あの思考が割と停止する状態の中で、背中の柔らかさだけはなんか感じながらね、あの過ごしてたのを覚えてますわ。だからしばらくしたらあの雪上車の音がして、あの僕の名前呼んでるのが聞こえて、それで助けに来てくれたんちゃうかと思っても、もう穴の外も真っ暗で何も見えへんのですよ、どっからが穴なの外なのかわからんような状態の中でこう、こうなんか手探りでこうゴソゴソしてたら、何か僕ドンって疲れて外に、穴の外に飛び出したんですよ、はい、後ろから後ろから、はい、なんじゃと思って、でも外に出れたんですよ、はい、出たら上に多分僕のストックだとかスキーとかを見つけて、あの降りてこようとしてた人たちがおって、はい、で助けてもらって、はい、でもうほとんどこれはもう完全に死にかけたのその人らに助けてもらって、はい、でも一番助けられたのはもしかしたら僕の背中に折ったもんじゃないかな、そうですね、っていう、でどう見てもあのさっき上から雪が落ちてきたって言ってるでしょ、雪が落ちてきて穴が開くのは穴が開くんやけど、ものすごく均一にこう開いてる、確かに足跡があったのは確かなんですよ、その新雪やのに吹雪の中で足跡、足跡だったんですか、もうでも僕はそれは雪が落ちてきて開いてるんやと思ってたから、そういうふうに思って過ごしてたんやけど、後から思ったらあのあったかさとあの弾力、あれはもしかしてしかもその僕がもぞもぞしてたら何か僕突き出されたもんやから、あれは多分あの今ねいろいろと巷で話題になってるクマさんじゃないかなって僕は思う。クマさんが、うん、だからその寒い時は、うん、温めてくれたの、温めてくれたのかどうか知らないですよ、たまたま僕が潜り込んであの突き当たりに乗った、別にこう誰かっていうかこう中島さんが触って温まってても、うんうん、何も文句言わんと、でも文句言わんと寝てたかもしれんけどその辺は熊の気持ちはよくわからないですけどただあの時に一番その確かに救助にしてくれた人らも 助けてくれたんですけど、ボーイスカウトで習ったあの先輩の言葉、下に降りるなと、その場におれと、はいはいはい、頑張っておるんやぞ、絶対に助けてくれるからっていう言葉と、それから、うん、何かの生き物、あったかいものに僕はその時に本当に命を助けてもらった。あれを下に行ってたら多分崖ですわ、あもっと強い崖で多分あかんかったやろうね、でも心細いですよ中学生の時、あ心細かったね、心細かったけどあのその先輩の言葉、必ず助かると、うーん助けには誰かが絶対助けてくれるから、すごいですね、だから僕正義の味方が好きやったんですよ。その僕はどっちかっていうと助けられる方じゃなくて助ける方になりたかったんですよでももう毎回ちょっと助けられるっていう、実際に正義の味方にならずに助けてもらう側っていうのが僕のどちらかというと今までずっと人生そんなばっかりですけどね。助けられたの何時ぐらいだったんですか、ん何時ぐらいにその助けが来たの、いや夜中ですわ、ほんまの夜中、もう明け方なのかもしれんけど、うん、ちょっとあんまり記憶がないんですけどね、多分あの夕方やったんでそっから数時間ぐらいやったと思いますよ、
だからあんな天候はまあ1時間もすれば引いたんで、多分そこから捜索に出てくれたねと思うんですよ。熊だよね、うん、人間が来てこの自分の縄張りを荒らしてるやつが来たっていう。いやーから普通はそうですよね。ですよね。狩られますね、逆に。狩られるっていうか、僕はそんな知識はなかったからね、熊にそんなやられるっていう知識は別になかったから、うん、で僕はそれを言ったら、しばらく落ち着いてからこういうことがあったと言ったら、こんなん丁寧にこんな札幌にすぐそばやねんと、こんなとこ熊なんかおるわけないって言われて。誰に？その山の人の、あのスキー場の人らとかね。あ、はいはいはい、うん、あのインストラクターの人らにもそんなアホなとか言って、こんなそばに熊なんかおるわけないわって言われて、しかも冬眠てって言って、うん、そんなことありえへんねんって、うん、ずっと言われてたんで、僕は信じ、でも僕は確かにあの背中の柔らかさとクッションみたいな、あの居心地の良さ、あの僕が生まれてすぐにスポンジの中にズボンって入れられたあのゆりかごの気持ちよさとあったかさ、あれを背中で感じながら過ごしてたんでね。だから僕は間違いないと思ってたんやけど、でも信じてくれる人はほとんどいなかったですね。ああそうか、うん、おるわけないっていう。でも間違いないなと思ってたら、つい最近いろんなところで丁寧にも熊がおるっていうことを、うん、うん、僕この間北海道行った時に聞いて、おるよって、最近出る出るって言うてるんで、当時はまあ元山奥にしかいなかったのが、最近ではね、近くにまで来てるということを聞いたんで、やっぱりおったんやな、そうやんなと、最近になってようやく解決した。クマらしきものに助けられたかな。そうそうそう、だから僕はもうそのほんまに、うん、クジラに助けられて、クマに助けられて、すごい。でいよいよ次はあの人間に助けてもらうんですけど、そっからまあスキーを一生懸命やって、水泳は途中でね、まあある程度のところまで行ったんで、他のスポーツやめろって言われたんですよ、選手コースになってて。でここから先はいろんな人から、まあ、援助を受けながら水泳なんかもやっていくんやと、怪我したら、他のスポーツ怪我したらあかんから、柔道とかスキーとかやめろって言われて、うん、そしたら水泳やめますってあっさりやめてもらったんですよ。ああそうなんですか。中学3年生か高校1年生か、そうなんですか。めちゃめちゃ上達してたんですか。うん、結構行ってましたね。だからでももう未練はなかった。だって目的は僕クジラと泳ぎたかっただけやから。あそうかそうか、もう遊びたかっただけで、別に水泳で選手になりたかったりオリンピック行きたいとかっていうんじゃなくて、クジラと遊びたい。目的は達してるぞ。うん、達してる。これで十分十分クジラと遊べるわっていうレベルまでは行ってたからね。はいはいはい。だからもうあっさりとやめて、うん、で柔道も高校3年生まではやったけども、その時はやめて、うん、でスキーにこう没頭したんですよ。え、怖いことがあったけども。だって全然怖くなかったですもん。全然怖くなかったですもん。ほんでスキーに没頭してたら、ある程度のところまで行って、うん、スキー板とかブーツだとか、それテスターっていう、要は発売前に、はいはい、テストをする、はいはいはい、っていうのをやらせてもらうようになって。もうプロも手前ぐらいまで来てたんですか。一応お金もらえるんで、プロはプロですか。プロですね。はい。あ、そうそう。でインストラクターもやりながらですけど、うん、その時にまあ旅行会社作ったりなんだかんだして、スキーにのめり込める環境を大学生の時に作って。旅行会社作る。旅行会社作ったら自分はタダで行きますやん。お、向こう駐在のふりをして好きで、はいはい、好き三昧できるっていう、ちょっと悪い話やけど、まあそういう、変な目的でね、はいはい、元々はですよ。だからレンタルスキーとかもやりだしたんで、ちゃんと商売はやってたんですけど。お、大学生の時。大学生の時で。でもやっぱりでもスキーをやりたくて、のめり込んでた時に、うん、まあそこの、うん、まあ、ブランドがね、うん、アンデス山脈で、うん、スキーコマーシャルを作るのに、うん、それを履いて、うん、でアンデス山脈で、スキーの撮影をしようと。はあ、アンデス山脈で。はい。その前はね、結構
シーズンが南米は逆なんで、うん、夏日本の夏場に行けるんですよ。ああ、なるほど、なるほど。うん。だから夏場にパッと撮影して、はいはいはい、で、帰ってきて編集をして、冬場に間に合わせように、なるほど。やるっていうので、南米で撮ることが多かったんですよね。うんうん、で、チリっていう国で撮影をすると、はいはい。で、今ではね、そのスキー場、ヘリスキーっていうのが割と、ヘリスキー。ヘリスキー。どうぞヘリスキー。だから、日本のスキー場と違って、ヘリコプター。はいはいはい。ものすごい広大なんですよ。はいはいはい。それで、山の頂上までヘリコプターでダーッと行って、はい、そこに降りて、はい、で、滑るっていうスキーをね。で、動画でもやってるやつですよ。はいはい。当時はだから、そういうツアーではなくて、はい、まだ今はもうそういうツアーっていうかね、ヘリスキーが、できるようになってるんですけど、その当時はそんなことはなかったんで、はい、山の頂上まで行って、はい、日本撮るでって言われて、うん、で昼間の青い空と、うん、それから夕日、はいはい、この2点で抑えようと、うん、日本のスキー場と違って向こうは頂上から下まで滑るのに1時間以上、うん、ガーッと滑っていっても1時間ぐらいかかるっていうぐらいの距離があるですよ。だから日本撮るって大変なんですけど、うん、でもまあ昼間一発行って、で、あ、よかったなと、うん、夕日で行くぞって言ってヘリに乗って何人かで行って、はい、でヘリから降りて滑り降りてくると、うん、でその中では僕が一番下手くそやったんですよ。ものすごい皆さん上手で、それは日本人ばっかり、日本人ばっかり、で皆さん上手で僕が一番下手やったんで、うん、後ろから今度は2番目挟まれて、そうそうそう、挟まれて4人で滑ったな、はい、後ろから2番目で、はい、僕のことはあんまり撮らない、はい、僕は全体の時に映るので、はいはいはい、前の2人がメインで、うん、撮影されるっていうことで、うん、まあ僕は安心してて、まあ、好きに滑ってたんですけど、うん、その好きに滑ったのが良くなくて、うん、前の二人に本当についていけばよかったんですけど、技術力がやっぱ足りないと、ついていかれへんのですよ。うん、それで僕だけが違うところにコースに行ってしまって。また、はい。はい。なんかそういうところなのかな、崖からジャンプしてもたんですよ。またですか？またです。でも、それは崖から落ちるんじゃなくて、僕は飛んだつもりなんですよ。ちゃんとジャンプをして、うん、で、約25メートルから30メートルの高さがあったんですけど、うん、普通だったら、まあ普通に着地できますわ、斜面だったら。うん、それがたまたま、僕が着地してたところが、受けてたんですよ、岩があって。受けてた？受けてる。だから、ジャンプして、着地する面が斜面であったら全然衝撃そんなないんです、はい、こうね、そのまま行けるから、うん、でもそこに岩があったら、岩もこういう、もう30メートルからバンと落ちたのと一緒です、そびえてるような感じですか。いや、まあそんなの大きくはないんですが、ちょっとした岩があって、あ、そこへ僕が着地をしてしまったもんやから、うん、腰の骨を折ってしまった、うん、後からまあ折れたのはそれで分かったんですけど、でも当然動けようになりますよね、うん、滑落して止まらへんし、止まったなと思っても体がガクンガクンでも動けへんし、うわ、ほんで腰の骨を折ってしまって、で歩けないんですか。歩かない、動かれへんですわ。だって体をこう谷側に向いてる、体、頭が谷に向かってるのを、もうようやく死ぬ思いでスキー板を谷に下ろすっていう作業だけでもう精一杯っていう状況で、もうそこからもうピクリとも動けんっていう状態になったんやけど、僕一番後ろから2番目やったんで、僕のすぐ後ろ滑った人は先に降りて、僕が転倒したことは分かったけども、とりあえず撮影を止めるわけにいけへんから、前の人に追いついて、まあ大丈夫やろうと思ってたみたいなんですよ。こけただけでついてくるやろうと、せめて3人で映らなあかんと思って、うん、僕を追い越して3人前のに合流して滑っていきはったんですよね、うん、これでも待ってたら帰ってくるやろうっていうことやのに僕が帰ってけえへんとはで、ヘリコプターがまた戻ってきたら、僕がその転倒して動かれんでおる。すぐ見つかったんですか。見つかった。でも、うん、もうそれこそ夕日を撮ってたんで、はい、ね、夕方ですよね、うん、もうすぐに真っ暗、はい、でもヘリもこれじゃあおることは分かったと、場所は分かったと、確認もしたと、動いとると、うん、でも
もうヘリは行けない。近づけない。近づけない。はい。で、天候も悪くなってくる。ほんだらもう無理やなと。うん、そしたら下から行こうかと。助けに行こうと。はいはい、いうことになったんやけども。だって1時間以上かかるね。そうなんですよ。リフトがかなり高めのところで。うん、はい、で、下からリフトなんて途中までしかないし、うん、雪上車いるだってそんな急斜面上がってこられへんし、うん、だからもう命がけで行くしかないんですけど、僕がその岩の陰に身を潜めてこう座ってたもんで、大丈夫やろうと。いうことで、まあ、様子を見ながら、みんな作戦を練ってたみたいな、どうやって行こうかってやってるときに、そこの村の人たち。村の人？はい。シェルパーが。誰か住んでる？うん、村っていうかそのスキー場の人たちが、下の方がスキー場なんで、ちゃんとしたゲレンデがあるんでね、はいはい、そこのスキー場の人たちが、うん、自分たちが行くと、言うてくれはったんですよ。何時間もかかるんですよ、そこに歩いて、そこまで行こう思ったら。はい、しかも夜中。はい、そんな普通は、日本やったら、2時、ね、そうなっていう災害を防ぐために、それはやらないんですけど、はい、向こうの人らは、いや、今行ったら絶対助かると。はい、っていうんで、5人の人だから、僕は村の人って言ってるんやけど、うん、村の人らが上がってきてくれたんですよ。はあ、でも、もう僕はね、もうその時に、もう抜けるような、もう満天の星、これが星かっていうぐらい、一個一個が本当に星なんですよ。っていうのを体験して、でも感覚も足の感覚なくなってくるし。寒いからね。うん。で、標高がね、4000メーター近いんで、空気も薄いし、意識がちょっと。富士山ぐらいですか？富士山にもっと高いとこですよ。もっと高いよね。うん、だから、そういうところで、酸素も薄いんで、だんだんこう、うん、意識がね、はい、朦朧としてくるんやけど、ああ、ここで死ぬんかと。僕2回助けてもらったけど、お袋悪いなって言っても、気ぃつけようって言われたなと思って送り出される時にね。うん、で、悪かったなと思って、それでせっかく今まで2回助けてもらったのに、申し訳ないなって、こんなとこでか。ただ、みんなに迷惑、ね、迷惑かけるの嫌やなって思いながら、あ、でも綺麗なと。あまりにもこの星って綺麗なっていうので、うん、このまま、もし、意識がなくなっても、まあ、ええかな、と、思えるぐらい、そのぐらいね、はあ、ものすごい優しかったんですよ、星が。優しく。うん、だからね、大丈夫かって言ってくれてるような、うん、そういう星の光っていうのが、僕にずっと届いてて、うん、ああ、もうちょっと生きようって思って、また目覚めるっていうやの繰り返ししてたら、明け方ね、太陽がね、昇ってくるんですよ。うん、太陽のその、太陽がね、その星空を蹴散らかすんですよ。うん、今まで真っ暗やった、その辺にあったやつ、真っ赤な太陽が、ブワーッと蹴散らしていく、その光景っていうのが今でも忘れられへん。うん、その蹴散らしていった太陽の先に、うん、シェルパーの人たちが、おーいって言ってくれてる。もうその時はほんまにね、嬉しいというか感動っていうか、そう、ね、うん、これがでもちょっと結構大事やったんですよ、うん、もう車椅子間違いないなっていう状態のところで、うん、まあヘリコプターを何機も乗り継いで助けてもらって、うん、でその時にお世話になったお医者さんとかね、リハビリの時、まあ、励ましてくれた、僕英語苦手だったんで、分からへんかったんですけど、なんか一生懸命こう言ってくれてる人がおって、うん、で、その人たちのこともそうやし、でもね、今となってはその助けてくれた、自分のことでもう助かった以上は精一杯だったんで、うん、もう歩かれへんかもしれん、手術もしたし、で、歩かれへんになるかもしれんっていう思いで、その僕を助けてくれた人に思い返すことが全然なかったんですよ、当時。ああ、そりゃそうですよね。それが残念で、で、未だに誰に助けてもらったのかも分からへんのですよ。
それは悔しいですよ。あ、俺を言えるんだらたら俺を言いたい、うん、でもね、それも多分構えへんやろなって、うん、でそれがまあ3回目の助けてもらった。でその時に一番感じたんが、あの人たちにもう返されへんねんなと、うん、俺を言われへんねんなと思ったら、今度は僕は何ができるやろうと思ったら、やっぱり自分の目の前の人、うん、困ってる人を助ける。あ、一番最初正義の味方になりたかったのは、うん、こういうことかもしれんっていうのが恩送りってやつですね。そうですね、うん、だから決して僕の母親にも父親にもおじいさんにもおばあさんにも恩返しはできてないんで、できない、この先も多分できへんやろと、うん、僕を助けてくれたクジラとかクマとか、うん、シェルバーの人たちに返されへんでしょ、うん、命を助けてくれた人にお礼も言われへんのですよ。これじゃあもうこの先はもう僕は目の前におる人、困ってる人、それから悩んでる人の少しでも助けになられへんかな。だから参政党に出会ってすぐに入党になったんですね。そうですね。なるほど。割とそのあ、これでこれ自分が何か役に立てるかもしれんって思える瞬間があったんで、あの言葉の中にね、うん、でまあスーッと入れたっていうのがありましたね。で腰はどうだったんですか。それがね、割と奇跡的にまあ運動神経は全然ダメになるので、いまだに腰は痛いですよ。あ、そうですか。腰は痛いし膝も痛いし、でそれまで僕それこそ水泳だ柔道だスキーだってやってて、でゴルフもね結構学生の時やっててうまくできてたんですよ。70代でも初心者に回れるぐらい、うん、割と運動神経が良かったのが、会社に入ってゴルフやろうっていうことになって、うん、ゴルフ始めたらいきなり130叩いたんですよ。あ、だから線がなどっか切れてるんですよ、うん、だから体が自分の思ったようには動かないっていうのはありますね。歩けたりはするんですか。あ、します。で、ある程度走ることもちょっと小走りぐらいでできるし、うん、だからそれがまあ、うん、助けてもらったっていうよりもこれはまあ偶然歩けるようにまではなったっていう。なるほどね。うん、そうか、はあ、なるほど。だから未だに水泳をやってるのは、水泳だったら今障害者の、うん、障害者とか高齢者の水泳指導っていうのをやってるんですね、はいはい、ボランティアで。そうですか。陸上では何もできへんけど、水泳だったら浮力があるので、うん、何でもこう助けることもできるし、うん、でその障害者の人たちがスイミングスクール行かれへん子どもたちとかね、うん、でプールにもほとんど入れないような子どもたちを、うん、まあ、一緒にプール入って浮力を感じて、うん、もう24時間ベッドに押さえつけられてる子が、はい、重力で押さえつけられてる子をプールの中連れていくと重力から解放することができるんですよ。そうなんですか。そしたらどんなに素敵な笑顔をするか、うん、だからそれを見るたびに、あ、やっててよかったなって思うんで、それがまあクジラの代わりにね、クジラさんと遊べなかったけどもこの子たちと遊ぶことによって僕はクジラさんに遊ぶことで恩返しできるのかなって思って、ただその時にもうあるもう決定的な事件っていうかことがあって、うん、あるちょっと発達障害の子をね、中学生の子を見てる時にマンツーマンで見てるんですけど、その子がね、その子にボビングっていうのを教えてたんですよ。ボビングって言って、うん、まあ、立ってジャンプして水の中にブーンって潜って小さくなってジャンプしてまたすぐ潜るっていう繰り返し、これ呼吸の練習なんですけど、息を止めたり吐いたりする、それをその発達障害の子に教えてたんですね。その子なんか喜んでめちゃめちゃやるんですよ。もうジャンプして体の上半身全部出して水面に体をバーンってぶちつけるのがなんか面白くなったみたいで、それを夢中でやるんですよ。ほんで見てて、おーとかって思って、こんな遊び方できるんやと思って見てて、でその子をあげてお母さんに
この子こんなにちょっと途中で変なことやりだしたけど、でも嬉しそうやったんでもうほっといたんですっていう話をしてたら、うん、あーなんか中島さんってうちの子クジラさんみたいやったわって言われたんですよ、うん、はあ、あここで返したのちょっと返せたんかなって、はあ、遊べたのかここに来たんかなと思って、だからクジラに一番最初助けられたで遊びたかった思いが50年、はあ、かかってようやく遊べた、はあ、すごいっていうのが本当に今から5、6年もっと前かな、前ですね。で、あ、50年かかったけどようやくクジラさん遊べたでっていうふうに思ったのが、すごい話ですね。もうその時はほんまにね、僕も涙が出てきて、そうかって思って、お母さんなんで泣いてるのか向こうが分からへんかったかもしれんけど、涙が出てきてね。で、まあそういう活動をしながら結局自分が助けるつもりで何かしてあげるつもりでやってるのに結局自分が助けられるっていう、こんなんいつまでたっても僕死なれへんやんって思ってるのが今の本当の気持ちですわ。これを繰り返されてる以上は自分が今やってることを止められへん。だから地域に対するいろんなボランティア活動にしても水泳の指導にしても、これこんだけ自分が逆に受けることが多かったら、恩返しどころはないんですよ。で時々自分の中でもオーバーワークやなって思う時もあるし、でまあ家族のにしてもね、ちょっとやりすぎちゃうってよう言われるんやけど、でもこれはね止まらへんのですよ。そうか。だから変な話、僕は事業にねちょっと失敗して、多額な借金背負って、でまあなんとかこの、数年前かな、ようやく 2,3 年前にようやく全部完済したのが、本当にこの何年か前ですわ。その時にでも僕も迷惑かけて、従業員たちにも迷惑かけたし、周囲の人らにも迷惑かけたし、ましてや家族にもねめちゃめちゃ迷惑かけたんで、もう僕が最後生命保険を1個だけ残してる生命保険残してこれで死のうと思ってた時があったんですよ。これを払わんと頑張って生命保険だけは1個だけ残してたっていうのは、このために残しててよかったなと思って、そこまで思い込んだ時期もあったぐらい、あったんですけどね。でもそこに手を差し伸べてくれる人がやっぱりおるんですよ。でそういう人らに対する今度恩を返していかなあかんでしょう。でも残念ながらそうやって手を差し伸べてくれて一番ありがたいなって思った何人かの人らってもう世の中におれへんのですよ。そしたらこれ僕どこに返したらいいのって、やっぱり前やなと。そしたら止まらないじゃないですか、っていうのが今の状況ですよね。だからその時もまあ小さな死にかけっていうのはあったんですけど、死にかけっていうか生かしてもらったのはそういう、で子供たちがね、いっぺんまあ自分で始末する前に旅行に行こうと、旅行なんて行ったことなかった、ほとんど行ったことなかったから、連れてね、忙しかったし、お金もなかったし、その子供たちと旅行に行くぐらいのお金があったら従業員に給料渡したかったしね。だからそんな思いやったけど、もう最後やからちょっと行かせてもらう。最後っていうのはもう生命保険、そう時期決めて、いついつって僕の中で決めて、で準備もして、でまあこんなところで言うてもあれかもしれないけど、うちの叔父も結局、事業に失敗してこう自分で始末してるんです。でそれを、僕が遺体を引き取りに行って、で連れて帰ったっていう、警察にね引き取りに行って、連れて帰った時に結構叔父の顔が安らかやったんですよ。
で、だからそのことがね、その当時は思い返されて、うん、ああ、これ、こういうのもありかなっていうふうに思ってた時期も確かに数年間ありましたね。うん、でも、そう思った時に、最後の旅行にした時に、帰り際にちょっと休憩しよう言って夕日が見えるから言って、うん、和歌山のね、浜辺に降りて、うん、でちょっと夕日見ようやって言って、うん、子供らと一緒に降りて、うん、で二人の子とこう海見てたらね、子供らが僕の手を握るんですよ、うん、で中学生ですから、中学生の女の子二人が、もう片山もちょっと高校、一人高校生やったかな、中学生やった、うん、そのぐらいの子らが僕の手を握るんですよ。これ気づいてるって思って、うん、それで、あ、こいつ、んで、また来ようなって言うんですよ。で、その言葉で、うん、あ、まだ僕返してないわな、もう一頑張りと思ったのが、その時の子供らに僕もまた一つ命を助けられてるんですけど、意識してるかしてないか分かんないですよ、彼女らが。でもその時に僕の手を握って、なんでね、中学生の女の子らがお父さんの手握るなんて普通ありえないじゃないですか。でもそういう風にしてくれて、彼女ら本当にそのことは分かってたどうかは全然分かんないですよ、今でも聞いたこともないし。でもその時に僕は、あ、もう一頑張りしようって思えたのは確かですわ。で、もう全部なくそうと、で全部きれいにして裸になって一からもう一遍やり直そうって決めたのはそこですね。だってその当時子供たちにね、冬場電気止まるのが分かってて、100均なけなしの100均100円玉持って100均行って銀色のシートシルバーシートを買ってきて、もし寒くなったらこれくるんでなって言って、3つ300円で銀のシーツをね、買ってきて渡しといて、でも結局それにくるまることはなかったんで、今でもあるんですよ、その3つの銀のぐらいのやつがね。でそれを持ってきたなと思ってて、でそれがまあ僕にとっては小さな、それを子供たちに助けられた命かなっていうのがありますね。ではお願いします、最後の4番目。4番目、これがね、これはつい最近というか2年3年前かな、父親を見取る前なんで3年になりますね。僕が、さっきちょっと最後の方に話した、僕事業に失敗して、うん、で最後助けてくれた方の会社にお世話になって、僕がそれまでやってた事業の一部をそこに持ってきて、うん、で仕事をさせてもらって、うん、でその利益で払えばいいよと言われたんで、うん、一生懸命働いて返していた。肩代わりしてくれたってことですか。そうなんですよ。それってすごいでしょう。ねえ、変な話ね、闇金からもサラ金からも最後は借りまくってました、はい、そしたらまあある朝来たらこうファックスが流れてるんですよ、うん、会社のファックスにね、うん、泥棒の中島さんっていう、次女の何々ちゃんですけども、はい、元気に何々高校通われてますねって入ってくるんですよ。怖っ。中学やったかな、元気で毎日通われてますねって入ってくる。ほんである時には泥棒の中島さんってファックスがまた流れてくる。それの繰り返しがね最後あったんで、まああんまりたちのいいところを彼はからも、変なとこからも借りてたのも、そこのお世話になった会社の、今も亡くなられたんですけど、社長さんが全部出せと。それで得意先、要は仕入れ先ね、仕入れ先に迷惑かけんと、やれば事業は続けれるからと、仕入れ先の対する
借り入れと、うん、っていうか支払ってないものと、うん、それからその変なところ、うん、全部出せと、うん、でこれで破産をせと、うん、っていう指示を受けて、うん、でまあほんまにバーンと払ってくれて、うん、で助かったんですよ。ただ破産をせと言われても破産するにもお金がかかるんです、事業を畳むって。ああ、そうですか。うん、弁護士費用だとかね。うん、それで最後悩んで、ある、まあ、業界の先輩、ですね。ほんまに、先輩がおったんですけど、その先輩にこう、実はこれこれこうで、もう諦めますと。それで、もう皆さんに本当にお世話になってありがとうございました。ただ、最後の最後、こう破産するためにもお金がかかるっていうことを初めて知ったと。こんだけかかるんかというので、うん、今も最後それをひねり出す手段を考えてるんです。本当にお世話になりましたから、ある組合のね、会を大会させてくださいって言ったら、うん、分かったと。元気でなと。まあ、頑張りやって言われて、うん、で、飲みに行こうって言われて、あ、僕飲まれへんけど、付き合いはできますわって言って、うん、で、飲みに連れて行ってくれたんですよ、バーにね。で、バーに連れて行ってくれて。で、その人が帰り、あ、ちょっと用事思い出したから、ちょっとさっき帰るわって、ゆっくりしといてって言われて、払っとくから、って言われて、で、さっき、おう、おう、はいとか言って、じゃあもういろいろとお世話になりました、ありがとうございますと、大会の手続きお願いしますって言って、帰ったら、マスターがしばらくしたら、これ預かってますって言われて、封筒にね、何十万って入ってるんですよ。で、返済不要って入ってるんですよ。はい。で、これ、でもそれがあったら綺麗にできるって思ったんで、もうその時はもう追いかけていってバーンって返そうかなと思ったんやけど、うん、でもこれがあったら、できるんやと思って、もう遠慮なく使わせてもらいます。その金額だったんですね。ほぼ。あ、ほぼっていうか、それ以上。以上以上。へぇ。もう、悔しかったけど、返されへん自分が悔しかったけど、でもその時に助けてくれたのがその方ですわ、先輩ですわ、うん、同業者のね。で、まあ、世話になった会社長とのところに世話になって、きれいにして、その方らの、要は友達から借りたお金って、出せないじゃないですか。肩代わりとか言って、うん。だから友達は僕の給料の中から返済していくというので、うん、僕の親友からも、借りてたし、うん、いろんな人から個人的に借りてるお金は働きながら返すと、うん、自分の給料から返していくというのをやってる中で、やっぱりその助けてくれたのはその会社のね、お世話になってた会社の社長さんが、うん、まあ、ちょっと亡くなっちゃったんでね、その方にも返されへん。で、最後にバーに連れてってくれた先輩も、うん、そっから数年、3年ぐらいかな、うん、で、急に亡くなっちゃったんです。そうなんですか。僕ね、その方には1円も返してないんですよ。ああ。だから、その方の借金だけは僕はもうずーっとこれから、引きずっていく。うん、他のね、親友とかにはね、返して、綺麗になったつもりでおるんですけど、うん、そのことだけに本当に返せなくて、うん、未だに心残りですね。うん、だから、まあ、仕事は頑張って続けていこうと、うん、もう二度と、失敗せんとこうっていうのは、その方のためにも思うんで、未だに仕事は死ぬまで働こうっていうのはそこですけどね。ただその、本当に大きな面で助けてくれた事業をね、そのまま、ある一定の僕の思いがこもった事業だったんで、それを引き継いでくれて、生かしてくれた、亡くなった社長ですね、には、まあ、恩義を感じながら勤めてたんですけど、その会社って、大阪の森口にあって、はい、スポンジの加工業をやってるんですよね。で、ある時、
まあ、僕は事務所で一人残って、はいはいはい、で別のところに小さな第二工場があったんで、そこではまだ動いてたんで、そこからの従業員が帰ってくるのをちょっと待ってたんです。そのところってのは同じ敷地なの？敷地はちょっと離れた、あの道を挟んで向かい側にね、あの工場があって、そこの従業員はまだ帰ってきてなかったんで、うん、僕はその人らが帰るのと一緒に帰ろうかなと思ってたんで、はいはいはい、あの得意先とこう、得意先っていうかね、あの仕入れ先とこう電話をして、はい、わーってこういろいろと楽しく話してたんで、お仕事終わって、はい、それで一人で、一人で従業員たちも工場の人らは順番にバラバラって帰っていって、うん、そしたらいきなりすんごいあの夕立、雨がものすごい雨が降り出したんですよ、はい、だからその雨が降り出したから向こうの第二工場におった人らもその雨で足止めを食らっとるんですよね、多分あかこれはこんな雨の中、もうこんなとこ帰ってけへんわなって思ってて、ほんで、まあ、電話で喋ってたら、はい、ほんじゃとか言って、まあ、もうそろそろっていうことで切ったら、うん、現場がそこの事務所から僕が座ってるところから2階だったんですけど、現場の方が見えるんですよ、2階建ての現場がね、うん、ちょうどここみたいに奥の現場が窓ガラス越しに見える。現場っていうの？あのウレタの加工場。ああ、工場ね、うん、はいはい、で工場の奥が全部見えるはずなんですけど、最後は電気小さいのが続いていくんで、はいはいはい、その扉はね、あの通用口は、扉が何枚もあって、そこを全部閉めて、最後は現場から1階に降りて、で現場の外に向かってるシャッターを内側からボタンポンと押してシャッター閉めて帰るっていうのが、うん、まあ、日課というかね、うん、なんだったんで、現場側から見れるシャッターを閉めると。そうですそうです、はいはい、閉めて最後ね、あのポンって押したら、はい、シャッター閉まったら、はい、それでこっちの通用口の内側から鍵閉めといたらいいでしょ、はいはい、であとは現場の人間だけだったんで、はい、表のところはもう閉めたんですよ、鉄の扉のところの鍵は内側から閉めて、はい、で何回もあの3つほど扉があるんですけど、はい、そっちはもう閉めて、でこっちから上がってきよるやろ、現場から上がってくるやろうと思ったら、現場ふっと見たら真っ暗なんですよ、はい、こんな真っ暗なことあるんかなって、なんぼ夕立やからと思って、真っ暗って電気がついてない、そうそうそう、うん、電気消しよったんかなと思って、最後帰る人間、こんなんしたら僕ら帰られへんやんって思いながら、あの思ってたらいきなりこうバンバンバーンってこう電気が落ちるんですよ、この蛍光灯が。ほんで電話もパーンと消えて、はい、ほんで自爆取っても電話もあのプーとも言えっていう状況、うん、はい、何やと思って、はい、雷落ちたんかなと思って、はい、それでその現場に出る扉をこうやって枕の中ポッて開けたらものすごい匂いするんですよ。それでなんか弾ける音、スプレー缶がパーンっていう弾ける音とか、はい、これ火事やと思って、はい、でその現場に外へ出るための道はその現場の中をもう真っ暗な、真っ暗でしかも煙がもう立ち込めてる中を通っていくか、さっき僕が内側から閉めたドアを開けて外へ出るか、うん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 、っていう、まあ、2つの道があるんですけど、はい、普通だったら現場が一番近いんです、現場から降りるのが楽やし、はいはい、うん、でも絶対非能見やし、でさっきも言ったようにウレタンフォームの加工をやったんで、ウレタンフォームって割と低温で焼けると、うん、あのガスがね、一酸化炭素を、うん、出荷元はしたんですか？したですね。結果その時は分からなかったですけど、あの現場の一番事務所から離れたところの1階でしたわ、うん、であそっちから逃げたら危ないなと、うん、絶対死んでしまうなと、うん、息止めても1分息止めれても、もしつまずいてこけたら死ぬなと、あ、うん、真っ暗やしね、はい、ほんでパスンパスンで、ほんで赤い炎も見え出すっていう状況なので、あ、こっちはもうなしやなと、うん、でこっちかと思って見たら食堂もあって、そっちに会計と経理とかやってる事務所があって、うん、で通路があって外へ出る階段があるんですよ、うん、
でもうそっちもそうやってるうちにここが真っ黒になってきて、煙がふわーっと入ってきて2階もね、ほんで要は事務所だけが今何にもない状態、静かな状態なんですよ、うん、で後ろに僕の背中のところに窓がこうあってね、うん、下はまだ普通に車がブーンって走っとるんですよ、うん、気づいておれへんのです、多分そんなに大騒ぎになってない、うん、でももうそろそろ大騒ぎになってもおかしないのになと思うぐらいの、レベルの火がもう、はあ、行き先がないんですよ、うん、で、まあ、その時思ったのが、あ、飛び降りようかな、うん、でも工場の2階やから高いんのように、2階やって言うても普通で言うたら 3.5 階ぐらいですよねぐらいあるんで、3階もしくは4階ぐらいですか、うん、普通に落ちたら死にはしなくても少なくとも、いや、でも死ぬかもしれないですね、うん、将来的にはもうあかんなることは分かってても、あ、これ将来も迷惑かけるかもしれんし、ましてやこんだけ下車走ってる以上は僕に気づかずに引いたらその人悪いなと思って、車に運転してる人がね、上からいきなり人踏んできて降ってきてもうその人引いてっていうのもちょっと申し訳ないなと思って、それでそこまで考えた、考えたね。ほんでようやく僕いらんようになったんかなと、その時にちょうどこう借金をきれいに割と本当にね返した時やったんですよ、うんうん、で友達にも親友にも最後返しに行って、うん、でありがとうって言って最後返して、うんうん、だから僕としては、あ、こんなために僕は働いてたんかなと思って、うん、それでそんなことをわーって思いながら、うん、でももう最後こうウレタンフォームが燃えるとものすごい高温になる、鉄だって曲げれるから千数百度になるので、多分僕がこのまま死んだら多分跡形もなく誰が何か分からんようになるやろうなと思ったので、うん、お腹の中に自分のパソコンと運転免許証をお腹の中入れて、もう焼け焦げても僕やっていうことだけ分かるようにしとこうと思って準備をして、それで焼け死ぬのは嫌やなって熱いやろな痛いやろなって思いながら、はい、あ、それやったらもういっそのこと一酸化炭素吸ってガス吸ってでスッと気を失った方が楽やろなと思って、はあ、うん、そっちを選んだんですよ。現場の方に行くと多分焼ける熱があるんで焼けるで、ガスの方を吸おうと。最初は北前進して下の10センチぐらいは大丈夫やから、うん、と思って一つの扉までは開けてそっちまで行ったんですけど、うん、もう次の扉のねノブがめちゃめちゃ熱いんですよ、握れんぐらい、もう火が回ってる、もうこう回せないんですよ、熱くて。それでいろんなもの持って、ま、もう熱くて、うん、結局ドアを開けられへんのですよ、はい、でもうこれどうしたら死ねるんやろうと思ってそれで扉を開けて一気に入れようかなんて思いながら、僕ずっとこう低いところにおったんですね、下のその地面から10センチぐらいのところの空気だけを吸っていろいろと考えてたんですよ。そしたらいきなりね、鍵を閉めたはずの鉄のドアがボーンって開くのが分かったんです。はい、それでえ、なんで圧力なのかな、何なのかな、分からへんけど、それはで中から開け閉めたんですか。いや、鍵を僕は閉めたんですよ。だから僕はもうその時は分かんないですよ、閉め忘れたのかもしれないし、でも圧力かなんかで一気に風、空気が流れてそっちの方へ、うわーってこう上を漂った煙がさーっとそっち行くんですよ、うん、ほんでもう命がけでそのドアノブさえ僕が握って回したら逃げれるっていうことが分かったんで、うん、もうこれは助かったかもしれんと思って逃げたんですよ、うん、出れたんですよ、うん、それでふってこう階段の鉄の階段のところまで行ったら、うん、普段ねまあバスを待ってるあるちょっと小太りのおっちゃんがおって、でちょっとまあ障害があるんかな、
おっちゃんおはようって僕のこと言うてくれるんです。おっちゃんが、うん、おっちゃんがおっちゃん僕のことを見ておっちゃんおはようって言うてくれる挨拶をしながらねバス停を通るんで、うんうん、おっちゃんに お前もおっちゃんやでっていうのが朝のねルーティンやったんですよ、はい、そしたらそのおっちゃんが開けてくれたのかどうか全然もう分かんないですよ、うん、証拠なら分からへんし。そのおっちゃんはどこにいたんですか。立ってたんですよ、そのドア開いたところ。ドア開いた煙がバーってくるところに2階が上がって2階に階段を上がって、はい、で僕もう命がけで外飛び出してんのに、うん、そのおっちゃんおはようって僕に言うんですよ。お前何してんねん言うて、ほいで一緒にダーッと降りて階段降りて、うん、だからもしかしたら彼がでも内側から鍵閉めたつもりやったんやけどなんで開いたんやろう。でもその彼がおったのは確かなんで、うん、その時の状況って何やろな。いろんなこう可能性があって飛び降りてもええし現場から走って息止めて走るっていう選択肢もあって、でも全部叶わないっていうことが分かった時に自分で腹決めて一酸化炭素を吸って楽に死のうと思うところまで行ったのに最後に奇跡が起こるんですよ。そんなそのおっちゃん未だに多分おるんで、バス停おるんで多分わかるんですけど、うん、でもその彼がなんでこんなところに上がってくることなんか今までなかったのに、うん、なんでこのおっちゃんがここにおるんやろうっていうのがまず頭にあって、うん、何してんねん逃げなあかん言ってさっき下ろして、で周りの近所の人らに声かけて火事ですって出てくださいってやって、そしたら消防車とか警察とかも来てくれてね。その後に来たんですか。はい、まだ気づいてないんですね。いや気づい、だから僕らは表におって表通りにおって裏から焼けてたんで、あ裏は大騒ぎやってみたいなんですよ。あ工場の向こう側はね。それでそんだけの火事周り全部焼いたんですよ。周りの家も周りの家ももう全部焼いたのに一人の怪我人もはあ死者も出してない大火災やったんですよ。工場火災新聞にも出たしインタビューもされたしでヘリコプターも出たしっていうような火事やのに一人の怪我人も出てないんですよ。はあ。中島さんも無傷だった。僕も無傷ですよ。だから僕一晩止められたんですよ怪しまれて一晩っていうことはないですけどね。かなり事情聴取きついの受けましたね。うん、だから、僕はまあ怪しまれたんかなと思うんですけど。ドアがでも勝手に開いたんですね。開いたとしか考えれないんですよ。勝手に開いた。で、僕がドアを閉めます。僕はね、本当に閉めたつもりなんですよ。現場から上がってくるんで、もう最後タイムカードをみんな押して、一緒にそこから出ていこうっていう僕は頭の中にあったんで。そこは、逃げることはできなかったんですか。どっち現場 のドアが開いたところは、いやだからドアが開いた、その手前のところでもう煙が吸ってる状態なんで、もう一個手前の、うん、そうそうそう、どっち行ったら焼け死ぬ、こっち行ったら一酸化炭素、ああそうかそうか、なんでこっちの方が死ぬやったらこっちやなと、あもう選んでたんですよ。なるほど。どっちみち息止めてもね、そんなんガタガタしてる鍵開けて真っ暗やし見えへんし、夕方やったんで事務所は明るかったですけど煙も入ってきてる以上はもう多分持てへんやろなと、なんか方法いろんな方法を考えたんですけどちょっと無理やなと、一か八かやなっていうところで、でも最後のその鉄のドアで止まってたんでは多分アウトっていうのも分かってたし、でもその最後の鉄の扉が開いたんで、うん、開いてくれたんで最後の手前のドアはもう蹴破って出る、うん、ことができた。いやすごいですね。説明できないんですね。できないんですよ。なんでこれがこんなことで助かったの。普通ね怪我人が出たりね、うん、するんですけど、でも本当にその
もし僕が死んでるようなことがあったら、逆に僕その会社に対してもしかしたら大変な迷惑かけてたかもしれない。本当に生きててよかったなって思ったのはその時です。すごい話です、ね、今までね、生きててよかったなっていうふうに、そういう今までの経験の中で、その時に思ったのは、その時初めてですね、多分。これ死んでたら、死んだりね、大変なことになってたら、せっかく助けてくれた社長に、ね、はい、僕は大技で返すようなことになる、うん、なってたんやなと。それが思った時に僕は生きててよかったと思って、だから自分の命であって自分の命じゃないんやなって、やっぱりこのみんなそうやと思うんですよ。僕って自分だけのもんじゃないんですよ。僕は始末したらええわっていうようなそんなもんじゃない。だから決めてくれるのは自分でも人でもなく、この自然の中、大自然の中、摂理みたいなもんでね、生き死ぬのは決められるもんで、だから自分で死のうとか諦めようとかいうのはもうそっからはもう考えなくなりましたね。なるほど、すごいですね。だからそれがね、一番最近の、それも新聞にも載ってるんで、結構目新しい、で怪我にもないっていうことはね、もう消防署の人らにも言われましたからね、奇跡やなと、こんなことないよと。でもね、それは噂で聞いたんですけど、はい、裏に文化住宅があってね、はい、高齢者が結構住まれてたんですよ、はい、でその方たち、その文化住宅も丸焼けしたんです、はい、でもそこに住んでる人らも一人も怪我人ないんですよ。そこにはどうやらその近所の中学生みたいな人子らが、助けに入ったっていう。ああ、そうなんですか。声をかけて回ったっていう中学生と親子よって聞いたかな、だから結局そういう人らもおって、一人も怪我人がなかったっていう奇跡的な本当に火災でしたね。そうなんですか。人間ってすごいですね。すごい。だからみんなが重なり合ってるんですね。そうなんですよ。だから決してね、自分が生き残ってラッキーっていう話じゃないんですよ。結局僕だけではなくて、僕を助けてくれた人もおるやろうけども、影知らないところで、自分とは分からないところで助け合いながら、ね、それを守ってる、命の輪っていうかね、なんかすごいなと思って、ね、その火災の出来事はね。その社長は何ておっしゃってたんですか、火事が収まった後。それは今息子さんが継いでるんで。息子さんが、もうちょっと前社長はね、数年前に亡くなってて。あ、そうなんですか。はい、だからその方にはお礼は言えなかったんですけど、でも、本当に良かったなと。なるほど。いや、すごいお話ですね。ねえ、だからこれが、最後かな、今につながる最後に生かされてる話っていうのはね、結局、人間が生きるって何なんですかね。これ何なんやろうね。だから生きるっていうのはなんか偉そうじゃないですか、生きるっていう。そっか。僕らはあくまでも自然の中の一部なんで、はい、でもものすごく僕と例えば勉さんなんかはこう離れてるけど、一つの命になんちゃうかなっていうふうに僕は思ってるんですよ。だからみんながこう助け合って尊重し合って、で知らんところでお互いが助け合ってっていうのがこの人間の社会じゃないかなと。だからでも僕はそんな大きなことは分からないので、とりあえず目の前の困ってる人とか、なんか悩んでる人だとかがおったら、とりあえず手を差し伸べたい。
でもね、そう思える、もう一つちょっと話をさせてもらいたいんですけど、はい、絶対に僕はね、みんながよく言うんやけど、僕、中島さん断れへんなっていうのは、うん、誘われたら僕絶対断れへんのです。そうなんですか。うん、だから今回の話も本当は僕断るつもりでおったけども、いや、やっぱり断らんとって思ったのも、あの、ある、まあ、小さい子供っていうかね、僕が中学2年生ぐらいの時に体験したことがあって、はい、で、僕は祖母が住んでた公団住宅の10階にね、祖母がもう僕も大きくなったんで、うん、手が離れたんで、祖母は田舎に帰ったんですよ、うん、もう子育ても落ち着いたしたんで、僕はその祖母の出て行った公団住宅の部屋を借りて一人で生活をしてたんです。何歳なんですか。中学生からね、高校生にかけてなんですけど、数年間、うん、だってうちの親父と僕ら家族4人ででっかいのが 2DK に住んでたんですよ、うん、あまりにも狭い。あで、僕だけでも寝泊まりはそこでしようと。でしかも僕は朝練やってたんで、うん、朝の5時には学校行って、6時ぐらいの学校行って、うん、で大阪城の周り走ってとか、帰りはクラブ活動をやって、でいろんな道場通ったりなんだかんだして帰ってくるっていうので、もうご飯だけ家に帰って食べて、ほんでまたそこへ寝に帰ってきて、朝そこから出ていくっていう生活をずっとやってたんで、中学2年生ぐらいの時ですね、ちょうど。で隣にね、母子家庭なんやろね、で中学2年生やからね、状況とかあれは全然分からへんのですよ、うん、でも隣には4歳の、まあ、5歳か5歳の子と、うん、それからお母さんが2人で住んでることは分かってるし、うん、でその5歳の子と時々そこの公団住宅の屋上、当時はね、屋上にね遊具があったんですよ、うん、滑り台とかね、ジャングルジムとかがあって、うん、でそこにこうその子陽ちゃんって言うんやけど、名前は本当は分からへんんですよ、陽ちゃんって言ってるだけで、うん、でその子を連れて時々遊びに行ってたんです、うん、休みの日とか祭日とか珍しくこう何にもない時ってあるんで、うん、そういう時には陽ちゃん連れて遊びに行って、うん、で滑り台とか、その子がものすごいね素直な方で、で雲を指さしながら、あれクマさんとかね、うん、あれゾウさんとか、うん、あれウサギさんとかっていうのが大好きな子で、そんな風に見えるかなと思いながらそれでその子がね、僕来年小学校行くねんって言うから、うん、そうか、よかったなって、小学校行ったらこんなことできる、あんなことできるでっていう話をしてて、でだからでも幼稚園通ってへんの不思議やなと思ってたんですよ、はい、でガリガリやし細いし、はい、もうしっかり遊べよと、体動かさなあかんでって、そんなガリガリでどうすんねんって言ってて、でもある時ね、その子とものすごく楽しく遊んでたんやけど、中学2年生本当の時に祭日やったね、久しぶりに何にもない日があったんですよ、うん、予定がない日があって、もうその日はもう寝たくり倒したろうと思って、うん、もう朝から寝て、うん、で今日はもうずっとここにおってね、いっぺん一日でいいから一日寝たんねんと思って、うん、そういうことをやってたんですよね、うん、日があって、うん、そしたらそのようちゃんね、身長が足りへんからピンポンってベル押されへんのですよ、うん、だからいつもその鉄のドアの下の方ですね、トン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 ってノックする音が聞こえる、うん、はい、ようちゃんになって分かるんで、ピュッと僕出て行って、で遊びに、うん、明菜ちゃん遊んでって言うから、うん、遊ぼうかって言って遊びに行くっていうのがその、うん、やったんやけど、その日は決めてたからネタをしたろうと思って、でトン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 ってなるんで、はい、もうイルス使ったんですよ、はいはい、うん、でしんどかったしね、でイルス使ったんで、しばらくして、またしばらくしてから、またねしつこい、もうようちゃんしつこい、今日はもう遊べへんねんと思いながら、もう寝たふりしてた、うん、そしたら
まあ鳴り止んで、で僕はもう普通にその日は一日寝て過ごして、次の日も学校行ってってしてるんで、もう会わないですよね、はい、そしたらふっと気づいたら隣引っ越しておれへんのですよ、はい、ほんで引っ越したんじゃなくてね、まだその表札は当時表札って出てたから、うん、表札はあるんで、あまだおるんやな、でも物音もしないし生活もしないし、うん、ほんでしばらくして、で僕の部屋のポスト1階にポスト集合ポストがあるんですけど、うん、そこにこうおれへんなと思ってから本当に数ヶ月経った後、ポストに手紙が入っててね、うん、でいつの間にか引っ越ししてもう隣もおれへんになって、うん、で僕のところにあのポストに手紙が入ってて、ふっと見たらその隣のお母さんからの手紙やったんですよ、はい、で体調が悪くなったんで、あの長野の、あの実家に帰って、あの、うん、陽ちゃん入院してましたと、はい、うん、体の要はちょっと弱かった子だったんですよね、うん、だから病気のことは何の病気なのか分かんないですけど、うん、で、しばらく療養してましたけども、先日亡くなりました、で、陽ちゃんがね、いつも早く病院退院して大阪帰って、あきら兄ちゃんとまた、うん、屋上で遊びたいっていうのがその目標やったんですね、この、うんうん、そのことを手紙で書いたってね、うん、でもいろいろとお世話になりました、ありがとうって書いてあって、うん、でそれ見た時にもほんまに辛くて、うん、今でもほんまに思い出すとね、ひたすら涙が出るんですけど、うんうん、なんであの時あのノックに、うん、自分が反応しなかったんかなって、うん、もしかしたらお別れを言いに来たのかもしれんし、遊んで欲しかったのかもしれんけど、うん、僕がただ単に休みたいとか勝手な、うん、思いでね、うんうん、扉を開けてあげなかったことは本当に悔しくて、うん、そっからですね、僕ほんまに人から何か頼まれたり、うん、例えば生徒会の会長のやり手がおれへんから、うん、お前 やれへんかって言われたけど、やりましょうって、僕何でも僕ノーって言わなくなったのそっからなんですよ。そうなんですか。もしお役に立てるならっていう、まあ、100% できないことはできないですよ、うん、でも頑張ったらできることであれば、うんうん、何とかして都合つけれるんであれば、うん、何としてでもやる、うん、っていうのがそっからの信条になったんで、うん、もうそのね、陽くんのね、ことがなかったら僕多分一番その行かしてもらった体験も一番大きかったんですけど、僕の心を決めたのは中学2年生の時の陽くんの体験ですね。トラウマって言ってもええぐらいの、だからこれはもう僕の差がとしてどうしようもないんですよ、うん、誘われたり頼まれたら断らない、どんなにしんどくても断らないっていうのが今の僕を作ってくれてる、本当に水辺の魂じゃないけど植え付けられたもんですね。だから僕話がなくなるよって言ってるのはこの話をしたかったからなんですよ。一番僕にとって何が大事かって言ったらこの思いなんですよね。いやーそうですね。陽ちゃんのおかげで今回もちょっと断らずに、はい、そうですね。これはでも、うん、もうせっかくね、お声かけてくれたんだったら、うん、まあ、自分の整理も兼ねて、うんうん、ちょっとお手伝いさせてもらえたらな、というふうに思って、ありがとうございます、こちらこそ。ね、うん、前からちょっと、本当触りだけちょっとお話をお伺いして、うん、いつかはね、
このインタビューを絶対撮らせていただきたいと思って、そうやね、この何かこのタイミングやなっていうところでお声掛けさせていただいて実現したっていうことで、そうですね、はい、だから、まあ僕もちょうど、出張が多い仕事なんで、大阪にいることがあまりないんですけど、年末になって、ここからしばらくずっと大阪におることが頑張ってるんで、このタイミングしかないなっていうふうには思ってたんで、このタイミングだったらと、いうことで。でもこの話を聞いて、いろんな、もしちょっとこの先、生きるのはしんどいなっていう、ね、もしそういう人が見ていただいたらちょっと頑張ってみようかなって、こう、ね、なんていうか心の栄養って言ったらあれですけど、そういうぐらいのお話なんじゃないか。そこまでね、人に響くかどうかっていうのは自分の中ではもう十分響いてるんで、人にこの話が当事者じゃないんで、そこまでうまく話できてるのかもわからないし、もう十分、難しいと思うんですよ。さだまさしという僕の大好きなファンの歌手、シンガーソングライターね、の彼のヒット曲の中に主人公っていう歌があって、はいはいはい、自分の人生っていう物語の中では誰もがみんな主人公、うん、僕はそれを信じてずっと生きてたんですけど、ある時にふっと思ったの時に、違うなと、主人公は主人公やけど、はい、僕ってもしかしたら、はい、いろんなもう何億ってある物語、一人一人が持ってる物語の中の脇役なんちゃうかなって思うようになったんですよ。だからうちの子供たちにとってもそうやし、うちの家内にとってもそうやし、僕名脇役を目指したいなって思って、それぞれの人生にね、の物語の中のほんのちょっとした関わりの中で、ふっとこう現れる脇役になりたいなって、面白いなって、だから僕いろんな面をこう見せるというか、面白がってるんですよ。だからある意味厳格な親父の立場を取ってみたり、ある意味バカなおっちゃんになってみたりっていうのを演じながら、名脇役の人生だから、もし悩んでる人がおったら、自分の人生やから自分に全部責任があるわけではなくて、自分は他の人にとっては脇役なんやと、その誰かにとっての脇役、面白い脇役、重要な脇役になれれば、そしたら初めて価値が出てくる。ものすごく重い障害を持った子たちを見てて、この子たち、もし自分がもしこの子たちの立場になったら、ものすごく辛いやろうなと。だってその子たちの、その子らの物語って、ベッドに横になって管に繋がれて、注射打ってもらったり、みんなに世話してもらうだけの人生って、そんな物語の主人公ショックやろな思うんやけど、僕ね、その子たちを見てて、この子たちは僕の人生の中では名脇役なんですよ。だからその子たちもものすごく価値がある。だから認知症のおばあちゃんなんかを見てても可愛いなと思ったり、憎たらしいなと思ったり、いろんなこともあるけども、そういう一面を見せてくれるそれぞれの人って、人間ってみんな名脇役、僕にとっては。だからもし悩んでることがあったら、ちょっとそういう考え方も一つあるんじゃないかなと思ってほしいなと。自分の人生主人公、確かにそうだと。でもある見方を変えたら、自分は他の何億っていう人たちの物語の中に出てくる名脇役を目指したらって思う。そっか、いや、そうですねって思うようになったんですよね、その彼の歌をずっと聴いてながら。だから今僕、脇役人生をこれからもね、はい、いや、ね、歩んでいきたいなと。ありがとうございます。いや、今日はありがとうございました。深い話ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも、はい、お願いします。